皆さんこんにちは。今日はね、これ流出したらヤバい映像を撮ってるよ。覚悟はできてるんだろうな。俺はすでにできてるぞ。今からデート、仮想デートっていう体でユニクロ T シャツを菊池由美さんと紹介しようと思う。こんな雰囲気なのかな。ほら見てよ由美さん、これがユニクロの T シャツだよ。キャッ、いろいろ選びがいあって楽しそうだわ。そうだろう。だってさ、ほらこれを見てごらん。サイズがこれだけあるってことはペアルックなんかそんなこともできちゃうんだぜ。わあ素敵。でもスイタとは着ないよバカ。バカねえだろバカよ。そんなことを言っていたらもういました。菊池さん、スイタですよ。ハレイ。これですよ。はい、これが一枚長いわ。はい、すいません。これがですね、あ、これに入って売ってるんですか。これに入って売ってますね。はいはい。で、現物がこちら。はい。はい。いきなりビッグボスでございますけど。ビッグボスですよ。はい。なかなか触り心地よしな。本当ですか。どれどれ。あ、本当だ。あ、すごい。裏にこうやって。はい。ビスマーク。はい。入ってます。お、今度は。おお。ボス。うん。どっかの英雄を彷彿とさせるようなこのデザイン。これね。はい。はい、ビスマーク。はい、こっちピースマークです。今度は白広ですね。ですね。こちらがあのボスの表情がより分かる感じですけども、うん、赤いのもインパクトがありますか、ね、お、これはこれはコークス、コープリングですね。これですね。これでこう二人の呼吸を合わせ、え、うん、いろんなことをするわけですよ。そう、こことここがこう交わってこうなる。菊池さん、日常生活でもコープインして手伝ってほしいなと思う時ってどんな時ですか。やっぱりそうですね。男たるもの、はい、女性が困ってたらいつでも助けてほしいですね。そうですね、はいはい、で結婚してもちゃんと帰ってきて、入ってきてお帰り、ただいま中から始まって、はい、お休み中まで、はい、ずっとくっついてたいですね。、うん、理想的だなね。はい、カズはどうなのかな。憧れます。僕部屋の掃除とか超頑張ります。頑張る。はい。年上が好きか。年上、はい、あの優しい人が好きです。そうか、はい、ストレンジラブとかどうかな。隠れド S みたいな感じなんですけども、まあそれはそれで。ってこれは、これは俺、近所に買い物に来たと思ったらジャングルに来ちゃったボスです。あれ、これどこだっけな。MSF のマークですね。マークですね。これなかなか私好きなマークなんですよ。はい、このユーズド加工みたいなのがですね、ここ多分、ね、チーズになってるのね。はいはい。ピースウォーカー。ピースウォーカー。メッセージ、これなんだ。お、これはやや、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 これはやや4月7日発売のじゃん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 、恋の抑止力も入ってるよ。これ CD ですね。あ、ちょ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 、いけません。あ、じゃあ、いけません、いけません、いけません、なり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 ませぬぞ、なりませぬぞ。ダメだよ、ダメだよ、水木さん、ダメだよ。お、俺がダメだよ。二人で水木さんに謝りましょう。せーの、すいませんでした。はい、次。はい、これはダンボールをかぶった誰か。あー、これすごいですね。はい、はい。お、そしてよりわかりやすくなったか。ちなみにこう、聞いてみるとこんな感じです。はいはい。おー、いいですね。何でも着こなす。こう回ってみたり。はいはい。そうですね。春色でちょっと決めてってね。はいはい。はい、みんなも春色でちょっと決めちゃえばいいんじゃない？はい。そしてさっきのこの MSF のこっちも色違いがございます。でこれがビッグボスの色違いできました。こっちも目立っていいんじゃないですか？ね。うん、これ割と上半身がっしりしてる人を着るとすごい見栄えが逆にいいんですよ。これ。はい、続いてこちら。はい。わあ、これもまた渋いな、ボス。よいしょ。いい。どうもこんにちは、スネークです。冷凍みかんを買っていたら電車に乗り遅れました。あらあら、スネークさん、また乗り遅れましたね。黙れ。そろそろ限界です。そしてこれがですね、実はバックで表がこうなってるんですね。あ、今の後ろなんですよね。そうなんです。あ、ドッグタグと、うん、なんと横に MSF のワッペンもついてますよ。これこれかっこいいですね。これもまたかっこいい。後ろにでっかくボスが、うん、表はどうなってるのか。表はどうなる。腕のワッペンもありますが、じゃーん、ビスマークですね。あ、
何種類かあるんで、1週間っていうのは7日しかないんですけど、なんと14種類あると考えるとですね、コーディネートは無限に広がります。皆さんいかがでしょうか。コーディネートは無限だ。うん。ユニクロ T シャツ UT に買い物に行かないか。というわけで皆さん、気になった柄はあったでしょうか。本当ね、俺はこの収録してる光景そのものが楽しかった。エクセレントブリリアント、俺のこの気持ち抑えきれないぜ。菊さんって優しいな。普通だったらこういうネタやると結構引いちゃうもんなんだけど、受け入れてくれる、ありがたいね。大好きよ。はい。じゃあ菊さん、みんなにメッセージを。じゃあ皆さんこれを着て、ぜひ、これいつは発売でしたっけ。26日発売です。はい。ですのでこれを着て発売イベントに来てください、うん、あ、なるほど、うん、いいですね。みんなでね。はい。ユニクロの T シャツは日常的に愛用しているので、うん、私もこれを着ます。はい、はい、というわけでありがとうございました。じゃあ元気でね。